長谷雄草子。中納言の長谷雄は多くの学問を収めて諸芸百般に通じ、時の朝廷で重きをなしていた。ある日の夕暮れ時、長谷雄が内裏に参上しようとしていると、目つきの非常に恐ろしげな普通の人とは思えない男が訪ねてきて、手持ち無沙汰に苦しみ、すごろくでも打とうと思いつき、ならば相手はあなたと思ってお尋ねいたしました、と言った。長谷雄は男を怪しいと思いながらも、やってみようか、という気持ちが強くなって、それは面白そうだ、どこで打とうか、と応じた。ここでは都合が悪い、私の家にお越しください。よろしい。長谷雄は男の申し込みを承知して、車にも乗らず、従者も従えず、一人で男について行くと、たどり着いたのは朱雀門であった。この門の上へお登りください、と男は言った。長谷雄がどうやって登れというのかと思っていると、男に助けられて簡単に登ることができた。すぐさま双六番を挟んで班長と向かい合うと、男は言った。何を賭けましょう。私が負けたら、あなたのお心にかなうような姿形も心映えも最高の、およそ欠けるところのない女を差し上げましょう。もしあなたが負けたらどうなさいます。わしはわしの財産をそっくりそのまま差し上げよう。長谷雄が応じると、よいでしょう、と男は承知して、すごろくの勝負が始まった。長谷雄は勝ち続けた。男は負け続けて、サイコロをかき鳴らし、そわそわするうちに、普通の人らしい姿を失って、だんだんに恐ろしい鬼の姿を現してきた。長谷雄は怖いとは思ったが、何、こちらが勝負に勝ちさえすれば、この鬼はネズミのようなおとなしいものに過ぎまい、と思って勝負を続けると、ついに長谷雄は勝ち切った。勝敗がつくと、男は元の姿に戻って、一言もない、勝てると思っておりましたのに、これほど完膚なきまで負けるとは。約束のものは近々の日にお届けいたします、と言って、来た時と同じように長谷雄を朱雀門の下に下ろした。長谷雄はあのようなあやかしの言うことを真に受けるなど愚かなことだと思いながらも、約束の日になると用意万端整えて、あの男が来るのを待っていた。夜が更けた頃、あの時の男が輝くような美女を伴って訪ねてきた。長谷雄は女の美しさに目がくらむように覚えながら、男に問うた。このものをわしに預けてくれるのか。預けるのではありません。勝負に負けた以上はあなたに差し上げるのです。お返しくださる必要はありません。ただし。男は一旦言葉を切り、長谷雄の目の内をじっと見つめて、今夜から100日過ぎるまではこの女に触れてはなりませんぞ。もし100日過ぎる前に触れたらば、必ず後悔なさることになるでしょう。お約束いただけますかな、と約束を迫った。おっしゃる通りにしよう。それだけのことでこの美女が自分のものになるならと、長谷雄は喜んで誓い、女を受け取り男を返した。夜が明けてから改めて女を見れば、この世にこれほどの美女がいてよいものだろうか、と自分の目と心が信じられないほどの美しさであった。日が経つごとに愛着が増すばかりで、片時もそばを離れたくないと思うほどになった。こうして80日ほどが過ぎた。女を受け取った時の男との約束の100日はまだ過ぎなかったが、長谷雄はどうにもこらえきれなくなって、今日まで我慢したのだ、もういいだろう、とついに女に触れてしまった。するとたちまち女は水になって、長谷雄の腕をすり抜け、流れて消えてしまった。もし100日過ぎる前に触れたらば、必ず後悔なさることになるでしょう、という男の言葉を今更ながらに思い出して、
ああ、その通りになったと悔やみに悔やんだものの後の祭り。もはや女を取り戻す術はなかった。それから三月ほど後のこと、長谷お京が夜更けに内裏から下がってくると、鬼の姿をしたあの男に出くわした。恐ろしい姿の男は車の前にやってくると、あなたは約束を破った、素晴らしいお方だと聞いて信じていたのに、となじるように言い、さらに恐ろしい顔つきになり、襲いかからんばかりの勢いでいよいよ近づいてきた。長谷お京は、北の天神よ、我を助けたまえ、と心の底から念じた。同時に空から雷のような声が降った。愚かな奴めが、され。男はこの怒りの声に打たれたか、消えるようにして逃げていった。長谷お京がすごろく勝負をした男は、朱雀門に住む鬼であった。かの美女は、あまたの死体から優れた部分だけを取り集め、寄せ集めて作り上げた、言うなれば人形で、百日を過ぎればかりそめに宿らせた魂が定まり、本物の人になるはずのものであったが、百日を待ちきれずに鬼との約束を破ったばかりに、水の泡と消えてしまった。絶世の美女を得る機会を永久に失った長谷雄の中納言は、自分の行いをどれほど悔やんだことであろうか。